サッカー赤道ギニア女子代表は赤道ギニアサッカー連盟によって組織される赤道ギニアの女子サッカーナショナルチームであるアフリカサッカー連盟に所属している2000年に代表チームが結成された愛称は無双ロングナショナル2007年2月18日赤道ギニア代表は北京オリンピック予選において南アフリカ代表との試合で 1> 第1戦を2から1で勝利したものの、第2戦を2から4で落とし、予選で敗退した。開催国として出場した2008、アフリカ女子選手権では、カメルーン、コンゴ、マリと同組になったグループ A を全勝で通過、準決勝でナイジェリアを1の0、決勝戦で、南アフリカ代表を2の1で破り、大会初優勝を果たした。これは、アフリカ女子選手権の歴史において、 サッカーナイジェリア女子代表以外のナショナルチームが優勝した初の例となった。2011年には 2011FIFA フフ女子ワールドカップで FIFA フフ主催の国際大会に初出場した。この大会ではノルウェー、オーストラリア、ブラジルと同組になり3連敗で大会を終えた。赤道ギニアはこれまでアフリカサッカー連盟から FIFA フフ女子、 ワールドカップに参加した三つのチームの一つである。ありがとうございます。